はい、男子チャンネルです。今回は、はい、ネズミ捕りをね、そうなんですよ、やってたんですよ。なんでちょっとネズミ捕りがやってるところを通っていきたいと思います。見つけたところは反対方向から走ってって見つけたんですけれども、見えたんですよね。見えたんだけど、この先にいるんですよね、ネズミ捕りが。ほらほらほら、いたいたいた。いた、若干見えてるね。若干見えてるけど、なかなか見えない。そうなの、なかなか見えない。ここにやってたんですよ、ここで。レーダーが今出てますね、あそこの。置いてありますね。置いてありますね。スピードメーターで走ってる。これ汚いよ、全然わかんないよ。わかりにくすぎだよ。わかりにくい。あそこで止まれのストップをやってたんですね。やってたんですね。ひどい、ずるい。まあ交通安全ね、暖かくなってきて、警察も出てきてると思います。運転はね、非常に気をつけて。そう、わかるんですけど、うん、カメラを見た時のびっくりした時の方が危ないと思ってるから、私は。いや、そんなことはない。本当ですか？もうちょっとなんか、そうそうそう、あれだよね、ちょっとなんかいいところでやってください。見やすいところで、ね、そう、見やすいところでやってください。隠れてる、あそこね、まだね、比較的優しいと思う。本当にわかんない時は、本当わかんないんだよ。わかんないところでやってるよね、うん、若干坂になってたぐらいのところでやってたりとかしますもんね、うん、そうそうそう。なんで、ちょっとね、今回はね、分かりにくいっちゃ分かりにくいけど、うん、まあ、ネズミ捕りやってたっていう動画を残してみました。またね、ネズミ捕りやってるのは、ああいうね、ちょっとね、怪しいところ。そう、怪しいところ。これから暖かくなってくるし、うん、皆さんスピードにはね、注意して、安全な運転を走行しましょう、うん、していただけたらと思います。はい、そんな感じでね、短かったんだけれども、今回は終わっていきましょう。はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。はい、チャンネルの登録もぜひよろしくお願いします。それではまた、 See you!